サウスシドニーラビトーズはニューサウスウェールズ州シドニー南部の郊外、レッドファーンを拠点とするオーストラリアのプロラグビーリーグチーム、ナショナルラグビーリーグプレミアシップに参加しており、州都の9つの既存チームの一つ、しばしばサウスやザバニーと呼ばれている。このクラブは1908年にニューサウスウェールズラグビーフットボールリーグの創設メンバーの一つとして結成され、 オーストラリアで最も古いラグビーリーグチームの一つとなった。ラビトーズはシドニーのレッドファーン、アレクサンドリア、ゼットランド、ウォータールー、マスコット、ボタニーといったシドニーの自治体を代表する NSWRL コンペティションの下で1908年に設立される。彼らは NRL に存在する二つの NSW 財団クラブのうちの一つで、 もう一つは、シドニー・ルースターズである。サウス・シドニー・ラグビー・リーグ・フットボール・クラブは現在、ブラック・コート・リーグ・インベストメンツが所有する子会社の75%、残りの25%は、クラブの会員が所有している。ラビトーズの本拠地は現在、シドニー・オリンピック公園のスタジアム・オーストラリアで、あるが、従来の活動地域は、かつてのシドニー南部郊外にある労働者、 階級地域にあたる。クラブは現在もレッドファーンに拠点を置いており、クラブの管理とトレーニング施設を持つ。チームは長い間ニューサウスウェールズ州全体に広がる、サポーターに支えられてきた。チームはリーグをニューサウスウェールズラグビーリーグ、オーストラリアラグビーリーグ、ナショナルラグビーリーグと当たるが、チームはオーストラリアのラグビーリーグ史上最も成功した。 プロチームであり、最も多くのプレミアシップを獲得していることに、加えて、創設シーズンでプレミアシップを獲得した唯一のニューサウスウェールズクラブであることの栄誉を得ている。サウスシドニー地区、ラグビーリーグフットボールクラブは1908年1月17日に、レッドファーンタウンホール管理者の JJ ギルティナン、クリケット選手のビクター・トランパー、政治家のヘンリー・ホイルなど、 体制の支持者のもとに誕生したクラブは、1908年4月20日に、バーチグローブオーバルで、ノースシドニーを11-7で破るなど、新しく結成された、ニューサウスウェールズラグビーリーグの第一ラウンドで、プレーしていた。オーナーのラッセル・クロー・オーリアーズ V ・ラビトーズ2009、ブロンコス VS ・ラビットス2008、ニューサウスウェールズラグビーリーグプレミアシップの初期には、 ホームゲームはあまり割り当てられていなかった。しかし、サウスシドニーは1908年から1920年にクラブが去るまでほとんどのゲームをロイヤルアグリカルチュラルソサエティグラウンドでプレイしていた。スタジアムからのパノラマ、2005年、ありがとうございます。